です。ありがとうございます。りんたろさん、まりさんはお昼ご飯を食べた後睡魔が襲ってきますか？もう瞬時に襲ってきます。すごいよね。すごい、ごちそうさまと同時にりんたろさん睡魔来るよねそうそうね、ほんとやめられない私は毎日毎日眠たくなるんです、うん、睡眠不足が原因じゃないのではと思い調べると、はい、血糖が下がってるのでブドウ糖を摂取するのが良いとありました。なので主原料 90% がブドウ糖のラムネを食後に食べるといいとのことでラムネを食べることにしたんです。へえ、変わるのかな。ラムネいいんだよ、お酒飲んでる時とかもいいの、ブドウ糖だから。そうだよ、おすすめしてくれたよね、僕もね、うん、おすすめです、で職場にて昼食後眠そうな人に眠気対策にラムネがいいらしいですよ、食べますって差し出すと、待って、もう一回ラムネって言って、私ラムネ、イントネーションおかしい、えラムネね、ラムネじゃないと発音指導を受けたんです。ラムネなんだ。メールの文章じゃ伝わりにくいですよね。ラムネだと思ってた。でも琉球放送を代表するアナウンサー狩俣凛太郎さんならラムネを正しいイントネーションで読み上げてくれるのではなかろうか。私と職場の先輩のラムネ戦争に終止符を打つのは狩俣凛太郎さんしかいない凛太郎さん、ラムネの正しいイントネーションお願いします。だってマリさん正しいと思いますよ。ラムネでしょ。ラムネ、うん、ラムネ、あぁラムネ、間違ってた。アクセント辞典によりますとラムネアクセント辞典によりますとラムネラムネだそうです。まさかのこのお布団大好きさんの職場の先輩とお布団さんのラムネ戦争に終止符を打ったのはアクセント辞典でした。このおじさんです。ラムネ、ラムネ。でもね、もう一つびっくりしたことがあるんですけれど、ラムネという文字を見て、私英語の表記もあるんですよ、うん、レモネード。そうなの。レモネード、レモネードって書いてある。レモネードが、それが日本人が聞いたらラムネ、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 ラムネ。そうなんだ。ラムネ。なったんだね。不思議ですね。それが沖縄に来てラムネになったんだ。だからマシンを日本人が言うとミシンになっちゃったでしょ。ああ。そうだよ。そう。アイアンがアイロンになったでしょ。うん、アイアンがアイロンになったもんね。うんうんうん、それと同じ感じでラムネがラムネになったんだね。なるほどね。面白いね。初めて知ったこれ。ワーラーがウォーターになったみたいな本。感じでしょ。そう、まあ違う。マリさん違う、台無しよ。もうラムネ、ああ。